キムは撮影中でございます。です。撮影中です。行きましょう。はい。どう行きましょう。本当だ。場所を言ってね。ここです。反対向いてるけど、王子なり大名字でございます。誰も映ってないけど。関係の関係者。そう。一応王子なりはお稲荷さんのなんていうの、宗師っていうの、宗師っていうの、宗谷氏かな。ここの眼影の師っていうのがあるんで、かな、ちょっと向こうですね。急に始まったけど、うち様見てなったけど、右。さっき見る道にもね、たくさんいます。アジサイを撮ると撮影時期がバレますね。ここも多いな、さらに多くですね。すいません、これ真ん中なかなか難しいよね。鳥居入る前は一礼でございます。うん、はい、待ってくださいね。こういうのがございます。願い事を念じながら、を持ち上げ、予想した重さよりも軽く感じたら願い事が叶いやすい。美味しさ。重く感じたら叶いづらいので努力が必要。うん、無理をして腰を痛めないよ。腰は気をつけてくださいね。よし。サングラスを外させていただいて、はいはい、あれがあの日、そう、あ、願い事は言いませんよ。うん、もちろん。どう、それ相応の重さ。あれおかしいな、こんぐらいだろうなと思ったらこんぐらいな感じ。ほんと、うん、重くもなく軽くもなく想像通りだったんで、多分。どういうことかね、まあ、まあ頑張るってことかしら。まだいけるってことでしょ。まだいけるってことでしょ、うん、じゃあ俺も行ってみるか。それそう。あれ、あれ、努力不足かな。あれ、おかしいね。おかしいね。あ、でも、うん、一応言っとくけど、これお正月とかに来ると、うん、並ぶのよ。おう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 。並んでた。で、俺の前後にいたカップルさんはこんなの重くて持てないって言ってたから。ああ。じゃあ持てる分まだ頑張ってるのかな。頑張ってるんじゃないかな。こんな感じで、うん、おひさまでございます。残念、軽くなかった。じゃあちょっとここで交代して。はい、あ、いいじゃん、はい、うん、じゃあそのキツネの穴と言います。ほっほー、そこにいたキツネさんがお稲荷さんの何でしょうか、元祖というか言い伝えのあれになるらしい。なるほどね。ちょっと面白いでしょ。邪魔しました。これ食べ。いけね。フーライボール食べからして。